国内最大級のデータセンターを運営しているクラウドサービスの大手企業、サーバーを冷却する風を求め気候が涼涼な北海道にデータセンターを建てましたが、生成 AI の開発やサービス提供には膨大な電力が必要だと言います。従来のサーバーよりだいたいまあ10倍近くの電気を消費します。 ですので、まあ、端的に言うと、10倍分の冷却装置が必要になってくるといったような状況になってまいりますこの企業は、水力発電を中心に100%再生可能エネルギーを使用、さらにデータセンターの近くに太陽光発電所を建設、自ら電気を作り、サーバーを動かしているといいますが。AI 時代のの電力需要の激増も踏まえつつ 脱炭素化を進めながら、エネルギー自給率を抜本的に高めるため、省エネルギーを徹底し、安全を大前提とした原子力発電の利活用、再生可能エネルギーの最適なエネルギーミックスを実現し、日本経済をエネルギー制約から守り抜きます。石破総理はにによるる電力需要の急増に応えるため 原子力発電を活用していくと発言実は今アメリカでは大手 IT 企業の間で安定した原発の電力を活用しようという動きが広がっていますマイクロソフトは9月スリーマイル島原発から電力の供給を受けることが明らかになりました Google は小型の原発開発を手掛ける企業から電力を調達する契約を結んだと発表 アマゾンは小型モジュール炉の開発企業に5億ドル、750億円を投資するとしています on, with, with clean, 原発に熱い視線を送るアメリカの IT 企業専門家は AI のデータセンターに電力を供給する電源として 原子力が最適だと話します AI の普及で必要性が高まる原子力発電、日本も例外ではありません。 世界で原発をめぐる動きが活発になる中、日本でもそうした動きが見られています。これ、こちら、現在稼働中の原発があります、福井県の高浜原発の高浜町では、今月中にデータセンターが完成する予定です。でこの高浜原発に隣接している京都府の前鶴市には、データセンターの建設に向けた土地の視察ですとか、問い合わせが今、来ているそうなんですね。 一方こちら鹿児島県の仙台原発があります薩摩仙台市にもデータセンターが建設に向けてのその問い合わせというものが日本企業から4件ないし5件ぐらい来ているという現状だそうですでこちらは北海道の止まり原発こちらは現在停止中ではありますが再稼働するかどうかの議論が進められています北海道には次世代半導体の製造を目指しているラピダスの 工場それからデータセンターの新設も見込まれています電力需要が増加する見通しなんですでこれはエネルギー経済社会研究所の松尾代表の試算です2030年代半ばの電力需要というのは、えー、新設されるデータセンターですとか半導体工場の電力が加わりますので供給力を大きく上回ってしまいますつまり電力が足りなくなりそうだとで今後は新たなで火力発電の稼働も予定されている中でこの仮に止まり原発が再稼働ということになります 余裕を持って電力を賄うことができるとこういうこの松尾代表は安定的に供給できる脱炭素の電源として原発の再稼働は非常に重要であるただ一方安全性の確保が大前提ではありまますすとしていますね、はいまあ、AI などの技術を支える電力をどう賄っていくかということですけれども、はい、ただ、まあ、原発が最適なのであるというこいう した形というのがこう既成事実化しているようなこの動きというのはちょっと違和感を覚えるところでも実際、やっぱり北海道は再生可能エネルギーの可能性というのは非常に高いことと AI データセンターって再エネとすごく相性がいいんですよね。はい、ちょうど先週、北海道大学でそういったワークショップを僕がやってたんですけど、えー、あの再生可能エネルギーって北海道はすごくポテンシャルがあるんですけれども、はい、やっぱり田舎の方あまり人口がいないところでやることになってしまうので需要がその場になくて。はい かかかとといっってて運ぶと輸送コストがかかってしまって<ー>でしかもやはり安定はしないので再エネ調整が必要になったりいろいろな課題があるわけですけれどもそこで AI のデータセンターとはあんまり普通のサーバーと違って都心に近い必要とかもそんなにないですしうん、うん、AI データセンターは調整弁として機能することもできて、はい、しかもまあ人口が少ない地域の方がむしろそういったデータセンター建てやすかったりするので、うん、る再エネと AI データセンターすごく相性がいいと。 そうなんですよね、うん、土地が北海道はあるので,<ー>で実際、その洋上風力とか現在の試算でいくと泊まりの原発よりも発電量多いと<ー>全部稼働したらですけどね<ー>とは言われているので、まあ、問題はいつそれができるのかとか許可の問題とかたくさんあるのでる原発が一概にそれで不要と言えるわけではないとは思うんですけれども<ー>まあエネルギーミックスをさまざまな手段の中でじゃあ原発は比較としてどうなんだろうということを考えた時にただ原発のありやなしで考えてしまうのではなくてむしろ 北海道というフィールドを考えるなら再エネの可能性というのは十分探れるんじゃないかなとは僕は思ってますね。 いろいろ考慮して議論していかなければいけないと、うんうん、で一方、この原発の安全性について見てみますと元日に最大震度7を観測しまして石川県の志賀町ですね志賀原発現在、運転は止まっていますただ再稼働に向けた審査が行われている最中ですで地震の後に避難対象になる30キロ圏内の避難ルート32カ所安全対策のため設けられていましたがこれ通行止めになってしまいました結果14の集落が孤立状態になると。 だからこれではもう避難も計画どおりにはいかないよね、うん、ということになりますね。 事故以降その周辺の住民の安全をどう確保していくのかというのはずっと議論になってきましたけれども改めてこの能登半島地震によってその避難計画に疑問符がつきましたしまた想定と異なるその地震活動というのもあったわけですよね、うんはい、安全対策非常に難しいということが浮きりりになりましたよねね、はい、そうです、ねまあ、2030年までに原発で20%から22%ぐらいエネルギーミックスの中で担うというのは政府の方針ですけど。うん 必要性というのはもちろんあったりはするとは思うんですけどリスクコミュニケーションは明らかに足りてないであろうと、はい、国民向けの広報としてじゃあどうして原発を作るのかどういう安全計画が立てられているのか実際こういった問題にどうやって対処していくのかみたいなことの広報はまだできていないというのは火、まあ、を見るより明らかなことかなと思うので、まあ、エネルギーに関する議論だけではなくてそういった広報戦略に関して足りてないのであればじゃあそういった広報戦略を取っているところに果たしてうまく運用できるのかなみたいなところも含めて 選挙の争点にはなってくるのかなと思いますね。そ,すねそしてどうあれ核のゴミは増え続けていくわけですから、はい、そ,そこにどう対応するのか、ねね。全然一向に解決策見えてませんからね。ね最終処分などについても、うん、ここも政治家の皆さんの言葉というのが必要になります。<laughs> ニュースデ i g のアプリを通じたみんなの声でも IT 企業が膨大な電力を原発から調達することについて伺っています午後11時22分現在で1600人以上の方から回答をいただいていますありがとうございます日本での原発活用は安全性の確認と地元の同意が不可欠という答えが32.6%そしてそれを上回るのが原発に反対という声ですね36.1%となっています 私たちの生活にも欠かせないこの電力ですけれども、今後、どう安定的に電力を確保していくのか、藤森さん、お願いします、はい、衆議院選挙で各党が掲げているエネルギー政策について、私たちは原発の利用を中心に今回、こちらに抜粋しました。ままずは自民民党党再生可能エネルギーののの最大限の導入とともに原子力の活用を掲げています立憲民主党 2050年までに化石燃料や原発に依存しないカーボンニュートラル温室効果ガス排出実質ゼロというものを目指していくとしています日本維新の会次世代原子力発電の活用を推進する公明党再生可能エネルギーの最大限の導入拡大に取り組みますとしています右に行きまして共産党です2030年度に原発と石炭火力をゼロにする国民民主党 原子力発電所の建て替えや新増設というものを掲げました令和新選組は原発を即時廃止2050年までに再生可能エネルギー100%を目指すとしています社民党原発ゼロ自然エネルギー100%の達成を目指す賛成党は行き過ぎた再生エネルギーの推進を見直すとしています で今後こちらにまとめたのが原発の活用を掲げている政党は左側です一方右側にあるのは原発ゼロを訴えている政党これを一覧にしました化石燃料に頼らない電力を各党はどのように確保していこうとするのかこの公約の中に掲げられている限られた表現ではあるかもしれませんがぜひじっくりご覧になって判断材料にしてみてください